なんで途切れんの？私の声。はい、皆さんこんばんは。逃げ切らない木曜日、投げっぱなし。これがラジオウェーブだ、始まりました。今週は、大川美人社長が足をスタスタと歩きながらですね、歩けるようになったのよね。歩けるようになりました。そうなんですよ。皆さんこんばんは、大川美です。やっと松葉杖が外れてここまで歩いてきました。はい、はい、この人歩くのめちゃめちゃ早いんですよ。今ももう普通にで、私松葉杖ついた大川さんと一緒に歩いてちょうどいいぐらいの速度やったのがまたもう抜かれてるよね、はい、と。もう私速いの気持ち悪い、ね、まだ普通には歩く、まあ普通には歩けてないけど普通です。なんか足膝悪いくせに重たいもん持ってガシガシ歩くよな、はい、あんた。トレーニングなんで。いやトレーニングやけど、私膝やってる痛い時重たいもの持たないでください言われたで。トレーニングなんで。いやトレーニングってやっぱり今日もリハビリ行ってトレーニングして、いやさすがですね、やっぱり運動してると違いますねって。何が？筋肉の戻りも。お、そうなんや。ここまで上がるのは普通より早いよみたいな。おばさんのに。はい。まあ、やり始めた時は使ってなかったんでめちゃくちゃ筋肉痛になりましたけど。へえ、うん、使わないんだなと思いました。何が筋肉？ふくらはぎ。ああ、だって足ついたらあかんかったよ。ついていけなくて、つけるようになっても全然なんか使えてなかった。もうトレーニング始めて、うわーってもう触られただけで痛くてぐらい筋肉痛になったんですけど、最近はちょっと筋肉痛になったかなぐらいで、やっと。私この間こけたんですよ、はい、手術して初めて大こけして、はい、で悪い方の膝をめっちゃぶつけて、これやばいなと思って、まだちょっとあんまり感覚が良くないんですよね。大丈夫ですよ。大丈夫かな。大丈夫ですよ。なんかちょっと嫌な感じ。次の検診が8月の末なんで、うん、それまでになんか戻ってればいいけど、なんかちょっと嫌な感じで2回こけまして、2回目は肘をこんなにすりむいてます。痛い。なんでこけたんですか？それ年ですよ。ビヤ年ですよ。年ビヤってかけ年ですよ。すっごい恥ずかしかった。年です。ビヤって人前でビヤってこけんねんで、絨毯の上でビヤって。年かなんかの病気です。いや病気じゃないと思うけど、あんなもう今日もだって会計事務所行って、二人先生どうしたの、ね、膝ってそんなに切ったのって言うから、ね、あはいこれぐらい切りましたって。すごいね、そんな切っちゃうんだねとかって言ってて、でその肘どうしたの、こけましたって言ったら、ね、帰りにはいこけないようにしてくださいって言ってる、ね、恥ずかしい恥ずかしい大の大人がこけるな、まあ、めっちゃ恥ずかしかった、ね、はい。じゃあこのちょっとこの目の前にいつもここら辺すっきりしてるんですけど、ちょっとこのうちの逃げ切らない木曜日に、はい、逃げ切らない木曜日というか、まあ、スポンサー様がつきまして、はい、ですね、エコスト、違うな、何だっけ、ラフェスタさん、はい、ラフェスタさんがついたんです。ラフェスタさんがついて、ラフェスタさんが扱ってる商品がこちらの商品なんですね。でちょっと一個ずつ。神さんがいいって言ってる石鹸どれですか？私石鹸をもらってない。これ石鹸なんですか？石鹸で、ちょっと説明しようか、うん、私意外と肌綺麗いんですよ、年の割に。肌だけは褒められるような、はい、肌だけは化粧せえへんからせえへんのもあるし、肌だけは褒められるんですよ。で基本牛乳石鹸を使ってるんですけど、牛乳石鹸じゃなくてこのソープめちゃめちゃいいよって言われてこれもらったんです。私これもらう、これね肩すごい高いんやわ。何だか知らんけど高いですよ。これ高いよな、高いです。これ高いよな。でそれもらってないです。これもらった使ったんですよ。でこのシリーズの化粧品たちが、化粧品というかこの人たちが何がすごいって、ちょっとパワーが入ってるんです。なんかもうこれ怪しげな商品説明みたいになってますけど、ちょっとパワーが入ってて、
1分間2億兆個動くらしいんですよ、うん、ビュー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 って。ほんでその動いてんのとかは私はわからないんですけど、まあ、だってねこうやって置いてじゃあ水が茹でるか言うたら言えへんもんね。だから知らそれは知らんけど、あのほんまにあの泡立てるやつでこれ入ってんのね、泡立てるやつ。ああ石入ってるんですね。入ってる入ってる。でこの泡立てるやつでほんまにちょっとだけピルってちょっとつけて水つけてグワッてやるやん。したらなんかもうこんな泡になんねん。へもうでしかも硬いねめっちゃ。で硬くて普通なんかシャシャシャってこうやって洗うやんか、ちゃうねん。もうな泡をなパックみたいに顔面にギュッギュッと押し付けてとか泡だけにして、でそれでしばらくこう待ってるのよ。その泡どうなるんですか。その泡は泡のまんま、で水で流すやん、うん、あ水ってかお湯で流すやんか、うん、ほんならもうすごいさっぱりやねん。で私もうどうしても顔2回洗いたんですよ、お風呂入って顔2回洗いたい人なんですけど、うん、まあ2回洗うやん、もう泡切れとかめちゃめちゃいいし、ツルツルやで、ツルツル。ほんでその後にこの金粉入りのこれを塗るんですよ。これすごいですよね、金粉。これはねすごい、これすごい。でねあのね、これあなたケチったでしょ、ワンプッシュかツープッシュやったでしょ、はい、これね6プッシュらしいですよ。もったいな。野崎7プッシュ言ったもったいな。野崎7プッシュやりますって。いやそうだって、その1ヶ月もたないじゃないですか。いや持つよ、全然持つ。いやいや7プッシュもやったら、だって昼あ朝夜つけるんですよ。夜しかとかへん、朝夜つけるから1ヶ月もたない。そしたらうわーって、私1プッシュですよ、1プッシュ。1プッシュなんかいけへんわそんなん。あんたケチるからシワのシワが増えんねんがな、そんなもったいなと思って。でもこれすごく、これもねめちゃめちゃいいんですよ、うん、でなんかこれがあれやんな。それはもらってないです。これもらってます。私もらったのこれと。もらってます、全員もらいました。これはこれよりもちょっと濃い美容液なんですよ。これもめちゃめちゃいいんですよ、お肌にね。だからあの夏の間は私めちゃめちゃ汗かくからあんまり使わないんですけど、冬のカピカピになる時期はこれめっちゃ良かったです。あとねこれがジェルで、これジェルなんですけど、このジェルがめっちゃすごいねんな、うん、なんかあの私姑息に傷口とかに塗ってるんですよね。でお腹これも振動するらしいから、お腹に塗ったら脂肪取れるんちゃうかと思って、塗ってるんですか。塗ったのよ。でもこれすごい高いやん、うん、これめっちゃ高いんですよね。なんて言うんやったっけ、これ保湿ジェル、エナジージェルですよこれ。でこいつめっちゃ高いんですけど、ちょっと塗ったんですよ、はい、したらね私ねお腹ちょっと弱いんですよ。ちょっと弱いから冷えすぎてお腹壊したので、うん、これはちょっとお腹に塗るのは私は勧めないですね。でもねこの上にリンゴ置いとくとリンゴ腐れへんとか言ってましたよ。なんかそういう成分が入ってるんですよね、うん、なんかあの腐らない、うん、あのなんかそういうパワーの成分、なんか怪しい商売になっていたな、うん、やばいな。なんですけどこれそう、このねエコ何だっけ、エコストさんエコストシリーズですね。エコストシリーズっていうこの人たちがものすごくいい商品なんですよね。これシリーズまた別もあるんですよ。知らん、うん、あるんですよ。これじゃないやつも、赤い箱のやつとか。へえ。それも高いんですけど、それはもらってないです。そうね、ちょっとまあ年配の方が、うん、結構これを使われる方が多いんですよ。うちのお母さんぐらいの人たちが、でよくあのパーティー呼ばれたりするのよね、うん、お食事会とかで行って、で隣のおばさんと普通に喋ってて、おいくつなんですかって聞いたら、私80歳、お母さんより年上とか言って、私も大概若く見られるんですけど、私も53に見られないんですけど、そのおばさんはもうはるかに超えてましたね。やっぱりこういうものをちゃんと使ってて、あとシールもあるんだよな、はい、あのシールもなかなか、あの電磁波を避けるやつって言ってたわ。なんかこんな説明やったらなんかスポンサーおりますとか言ったらどうしよう。なんかちょっと聞いておきます。まあちょっとお高いやつなんだね、はい、成分もいい成分入ってて、はい、80歳のご老人も若く見える。いや普通80歳でも意外とババアやで。まあね、もうなんかね、ちょっともうね、もう人生100年とちゃうと20年じゃないですか。
でも全然若々しかった、すごかった。あの人たち見てたらなんか、あ、なんかすげえなーと思って。でみんなね、大きな病気してはんの、あの人たち大きな病気して、でなんかこのジェルを私いっぱい塗ったの体中にって言って、したらねすごくあの元気になって今80歳ですって言って、すごいですね。それをこうそんなん見たら信用せざるを得ないじゃないですか。まあ確かに私のあの肌もツルツルなんで、はい、なんで笑ってんの、いや、なんで笑ってんの、ツルツルやん、あんたよりはツルツルやで、あんたブツブツだらけやもんな。ブツブツはもうなくなりました。はい、そんな感じです。はい、はい、このスポンサー様がつきましたので、もうしばらくはアズーリの方で番組を持てそうです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ前半はこれの宣伝で終わりましたね。はい、はい、ではいつもの曲をいきましょう。キリさんで Life is Like です。どうぞどうぞ。Free like a bird, free like a bird, free like a bird, surfing. Free like a bird, free like a bird, free like a bird, surfing, したのはキリさんで Life is Like でした、はい、はい。言い忘れてました、はい。ハッシュタグ投げっぱをつけて、質問と、ツイッターの方でつぶやいてください。お待ちしております。お待ちしています。こちらの、何だっけ、アズーリのツイッターでもいいですし、うちのウェーブのツイッターのでも何でも構わないですよ。お願いします。はい、はい、で次の後楽園の大会の話ですよ。ああ、出へんやろ。出ないです。出ないです。出ないです。出たかったんですけどね。出ないです。立ってるだけだったら出れたんですけど、まあ、なんかね、でやって言ったら、いや出ないです。なんで、いやビッグブーツできないんでね。でいや顔、人の顔を蹴る気満々やんと思って。ビッグブーツできないんだったら出ても意味がないんで。いやもうビッグブーツしかないみたいな言い方やん。だからちょっとあんた、たまには顔蹴らずに試合しなさいよ。じゃあ、いやそれもやったことありますけど、うん、いやビッグブーツができないんだったら私の代名詞がじゃない私になっちゃうので意味ないかなと思って。あら、そう、払い戻しとかされてるわよ。そうなんですよ。え、あれはあの大岡が欠場でごめんなさいって書いてたけど、あの人のメールには大岡さんが出ないためって一言も書いてなかった。いや、その前にもう一回来てるんです。あ、そうなんや、
一回来てて、うん、まだその時は復帰するかもしれないから、あの正式に決定したらまたご連絡もしくださいっていう。なるほど。私があの欠場決定しちゃった。そんな熱烈なファンとかいてんの？わかんないです。いやもう嫁にもらってあげてください。嫁に、嫁にもらってくださいよ、そんな、ねえ、な、そう、そんなわけで、まあ、まあそれが原因っていうわけじゃないんですけど、今回の後楽園大会は、はい、ギュッと濃密にして4試合です、はい、でも4試合って言っても思ってて、あいつらな、はい、あれがな、どういう試合になるかってなったら何試合になるんだっていう、私の中ではもう決まってんねん、はい、これ言っていいんかな、後日発表となってましたけど、言ってまう、発表しますか、そんな何万人も聞いてないよね、はい、え、何万人とか聞いてるかな、まあいいか、まあなんかキャプテンホールマッチとかイリミネーションルールとか、昔みたい、昔あのマーベラスさんとよくやってた先方時報、はい、副賞大賞とか、ああいうやつにしようかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、一回時間無制限一本勝負になってるじゃないですか、はい、時間無制限勝負、無制限勝負になってるじゃないですか、はい、無制限勝負をちょっと私ね、広田と宮崎が入ったり無制限勝負ね、あんまり後楽園でやりたくないんやわ。そうですね、時間長いですからね、あいつらどっか行きよんね、はい、前回もそうやって、はい、で、前回はあのスーパースター志田光選手が、はい、あの1時間45分12秒という試合をして、それがアメリカには映像がいかないじゃないですか、はい、うち YouTube 出さないんで、はい、そういう試合はあのね、志田やべえぞと105分も試合してるぞと、105分12秒ってどんな試合をしたんだってちょっとざわざわざわざしてたらしくて、で今回ももうツイッターでこの間は105分42秒の試合をした次第は今回は何分やるんだってなって、いやいやいや、時間のそんなマラソンタイムみたいなそんなことしませんよ、うちは。だからちょっと制限ちょっとな、どうかなと思って。でどんなルールに？シングルマッチから始まって、はい、タッグになって6人タッグになって8人タッグになって30分間ってもう時間を決めて、はい、30分、これ5分ごとに出てきます、はい、5分ごとバーって出てきて、だから全員揃うまでが20分、うん、でそっから、の30分、そっから30分じゃない、全部で30分間の8人タッグマッチ、うん、ってことは4試合4試合じゃない、30分間の8人タッグマッチ。え、違いますよ、だってシングル1本だから、1本って区切らんのよ、シングルマッチで始まって10分、5分経ったら2人が入ってきてタッグマッチになって、はい、15分経ったら3人目が入ってきて6人タッグマッチになって、で20分目になったら8人揃って8人ダックマッチ。やったやん、お前。忘れました。やったやん、マーベラスと。忘れました。なんか対抗戦やるぞって言って、またあの何いこなき対抗戦やって、はい、雑魚超人ばっかり出てきて、後からあのイロハとかが、イロハ、門倉、はい、モモノが対抗戦中に怪我しやがって、はい、でそこら辺出れませんってなって、はい、であれよ、新藤美子と、はい、どうだったっけ、マーシャ・スラモビッチとか、あとなんかマリアさんとか、はい、アイちゃんとか、なんかそこら辺出たんちゃうかったっけ。ほんで最初の方にあんたらがもうぐわー取っといて、もう取れるだけ取っといて、うん、広田できてきたら逆転したやつ。あー、2人で始まってどっちかの1人が5分後に出てきて、その後にどっちかが出てきてみたいな、うん、そう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 、で順番は分からないってやつですよね。そう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 、曲が流れるまで。そう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 、じゃあこれ作戦とかも立てないといけない。そうです、そうです、そうです、そんな感じです。でそれで、まあ、まあこれでもう30分なんで、はい、で30分間でその、どっちが多く取るかっていう、うん、でこの試合で宮崎さんが復帰、正式復帰。そうそうそう、これで正式復帰、はい、復帰です。でもね、宮崎まだコスチュームないねんて。
あのずっと取られっぱなしですよ。ずっとそうそう、あれあんたコスチュームはって言ったら、いやまだないっすねって言って、ああそうなんやと思って。でも後楽園の大会の後にもう一回あのプロミネンスあんねん、あって、そこにそこに琥珀が取りに、でも琥珀が取り返しに行くけど、はい、そっか試合始まる前にはないのか、ないのよ、そうなのよ、またあの昔のコスチュームなんですよ、そう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 、なんかそんな感じです。はい。はい。これあの剛腕側には言ってないねんけど、え？広田と宮崎にしか言ってないねんけど。え？まあ、言ってもうた全部。まあいいか。はい。はい、こんな感じです。はい。他の試合は。じゃあもうあの試合そんな感じなので、はい、バナーだ出しましょう。はい、先の8人ですね。はい。これがコミカル対剛腕プライドウェイブ。Yesterday's enemies could be today's friend。どういう意味ですか。昨日の敵は今日の友。うーん、今日の友になる、なり得る、なり得るって could be って書いてるから could be やからなるかもしれない、かもしれない。調べたの Google で。ああそうなんですか。うん、したらなんか昨日の敵は今日の友って。うん、英語あるんかな、調べたら ありましたね、ちゃんとね。長いタイトルだなと思って。Today's enemies could be today's friends。全部 S ついてんのね、うん、めんどくせ。はい、こんな感じです。宮崎由紀、旧姓広田さくら、松本美和子、小宮山かわり組対、優、高瀬美雪、青木いつき、笹村あやめ。はい。まあ、コミカルの中に宮崎が入ったのと、あとは優ちゃんたちは剛腕ブロックのね、人たちですね。そうですね。そうそう、ゴーワンブロックの人たちですね。うん、だからコミカル対ゴーワンって、うん、ほんまはこう宮崎じゃなくてハイビスカスミーさんだったんですけどね。ミーさんはちょっとこの日は都合が悪くて出れません。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ドン。はい、スクランブルウェイブ中森花子大空知恵対さき清水光。なんかこれ多分普通にやっても、はい、普通にセミメインクラスくらいの試合やねんけど。うん、なんか8人タッグがアクが強すぎて普通やな、うん、普通の試合めっちゃ普通やな。でもピアジェ対カラーズみたいなと思うやん、対抗戦っぽくなる、うん、これ対抗戦ですかってさきちゃんにも聞かれてんやけど、うん、私的にただ単にギャラパンみたいなって思っただけでギャラパン最近見てないやん、読んでないやん、ずっとシングルやったし、さき、うん、ちゃんはさきちゃんでなんかいろんなとこ出てるし、なんかあんまりこうギャラパンやってないんちゃうかなと思って、でシングル終わったらね次は出演的にもうタックの、うん、やつになっていくので、ちょっとねここら辺でギャラパンを見せてほしいなと思いました。でちえちゃんは痩せてるかしら。あら、ちえちゃん目大丈夫かしら。ちえちゃん目じゃもうこの間なんか復帰しとったで、確か目は本当に危ないんでね。うん、そうで、ね、やっぱ 花子対清水光のキャッチ・ザ・ベイブがもう、うん、よかった、すごい面白かったよね。だからもうあれを超えるようなバッチバチの蹴り合いやってくださいって言って言っときました、うん、はい、これは普通に見えますが、かなりハイレベルな戦いになると思います。はい、はい、次行きましょう。それドン、はい、来たスーパースター、エモーショナルウェイブ、エモイってあるやん、はい、用意使うやん、エモイって、はい、エモイの意味がわからんかって、うん、これでやっとわかってん。え、知ってる？エモイって何でしたっけ、なんか懐かしいとか感傷的な、はい、そうで、カードが琥珀とセラーが組みまして、シダースーパースターヒカルと、川端リコバタヤンが組みます。なんか何丸とんなんかセラとシダってもともと同じ団体やったやん、はい、で意外と剣道家やん、はい、剣道三段同士やねんて。へー、これめちゃめちゃ強いねんで、うん、剣ちゃんもセラもセラめっちゃ強いねんて。多分ね、イロハがその上行くかもしれへんねんな。イロハってめちゃめちゃ剣道有名な子やねんて。でセラも有名やねんて。でこの間大阪の巡業行ったやん、はい、大阪名古屋って行ったやん、で泊まるホテルに、はい、これ母校なんですって言ってたやん、はいはい、で乗ってたのよツイッターに、はい、セラのツイッターに。で調べたのよ、はい、めっちゃ偏差値高いねん。へえ、やばい、セラ頭良かってんやと思ってそういえばこいつそっつなくこなすよなと思って、うん、いろんなことだからね、セラもねシダもめちゃめちゃ頭いい高校ですよ。うん、頭いいもんねやっぱり、うん、
なんかな、うちら最高学歴我々やからな。そうそうそう、私たちが最高学歴、最高学高校高卒やけど、最高学歴は我々やけど、はい、あの八尾でも中の芸で、あなた茨城では今もう今の芸の芸ぐらいの、いややばいっすよ今本当に。周辺で一番ランクが下がっちゃって一番下になってるらしいです。え、もっと測んの？もうダメです今。今やばいらしいです。マジかと思って。うわ、でもそんな高校で出てても高卒やろ。そうです、我々二人な、はい、我々二人は高卒なんです。そして会社も経営できるってことですか。そうそうそう、それでもあんた社長と会長できるからね、はい、10年持ったからね会社ほんまに。いや他のうちの他の選手みんな中卒やもんね。みんな辞めちゃうんです、ね、途中で辞めちゃう。広田なんか2回高校辞めたよ。もったいない、もったいない、もったいないね。そんな感じです。はい、これはエモーショナルウェーブ、はい、だから鑑賞に浸ってくださいっていう。これでも評判良かったよ出した時に、うん、あの志田がまず出ると思ってなかったよね、うん、みんな。いやいやいや、ケンちゃん私あのお肉仲間なんで出るって。なんかウェーブ好きみたい、意外とウェーブさん好きみたい。なんかな、東京女子のあんなでっかい大田区体育館とか両国とか出てるくせに、うん、うちはちゃんとあのコラーゲンホールきっちり出てくれるんで、志田さんありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、スーパースターと触れ合うこともね、そうそう今の若い子ないと思うので、うん、志田上手やからな、うん、はい。そして最後です、ドン、メインがキャッチザウェーブ2022決勝、波女決定戦とレジーナディウェーブ、時間無制限一本勝負、チャンピオンが第17代レジーナの野崎なぎさ対、挑戦者が、決勝キャッチザウェーブの決勝リーグの B ブロックで、1位通過しました鈴木すず。19歳、全然見えないですよね19に。なんか面構えがね、うん、いやデビュー当時は本当チリンチリンだからチャリンチャリンってやってて、チリンチリンやろ、だからチャリンチャリンはお金や言うてるやん、あんた言うてるの鈴やろチリンチリンってやってて、やってた子がこうなるんだみたいな、うん、いやすごいよ、うん、この子だってまだ3年4年目ぐらいで紅白と同期してた、はい、紅白リコちゃんこの子とかマリアさんとか同期でしょ確か。だからすごいな、すごい、うん、なんかどんな修羅場くぐってきたのって思うぐらい、うん、ちょっとすごいよね若手さんの割にはね、うん、若手の枠に入らんもんね、うん、もうね。いやすごいよ、すごいすごいすごいよっていうか、もう私すごいしか出てけへんのこいつに関してそれは私 T シャツ並んで買うわ、うん、あのプロダの列に並んで私は買いましたよ鈴木すず。楽園ホール着ていきますよちゃんと。なんかないのこれに関しては。これ絶対面白い試合になると思います。初めて対戦ですからね、初めてやって、でも初めてでスイングするのかっていう、それはさせるんじゃない、うん、どうなんだろう、どういう試合になるのかなっていうのがすごい楽しい。初めてしたし、はい、やあの当たった時、当たった人で、はい、めちゃめちゃスイングしたなっていう覚えてる試合ある。私強烈なのが一個あんねん。誰ですか。この人すごいなと思ったのが、あのね、お互いフリーになりたての頃に当たった上松俊恵、うん、上松と初めて当たった時に、いやこの子すごいわ、シングルマッチャーね、はい、しかもうわこの子すごいわと思って、こいつプロレス感めちゃめちゃ合うなと思って、でそっから私上松宮崎で、うんうん、あのウーマンっていうイベントのね大会をやってて、私が監督、上松が助監督、宮崎 AD ってなんか3人でわちゃわちゃってして面白いことやってましたねあの時ね。だから結構3人でよく飲んでたりしてたよ、うん、飲んだらプロレスの話ばっかりしとったもん。誰だろう、いや覚えてないですね。あそう、はい、でもまあファーストコンタクトで、はい、なんかありえるかもね、はい、ひょっとしたらね。キャリアは全然違うけどね、はい、でもキャリアって今関係なくないあんまり。そうですね、うん、うん、なんかあんまり関係ない気がする、うん。私外国人と、ま、アメリカで試合した時に、うん、あ初めて試合した時に巻き投げが左なんだと思って投げられてました。左やで、
左あのこっちで投げられる。アームドラッグやろ、はい、左やで。いや巻き投げでし、巻き投げでして普通に。いや巻き投げのことアームドラッグって言うの。そう、あこっち投げるんだと思って。左やの、ほんまは左やね、うん、日本人、まあ、日本人ってか、まあ、女子はみんな右で投げるから、うん、それはちょっとビビりました初めて当たった時は。メキシコ右やけどね。なんでな、なんなんですかね。あのいや男子は左だから。誰やったっけ、あこの間東京女子見に行った時に、うん、東京女子はサイバーファイト見に行った時に、なんやろこの違和感っつったら、アームドラッグがやっぱり左やって、男子に教わってるから、うん、っていうのがあった。だから東京女子の子はみんな左でアームドラッグやわ。へえ、でけへんの、やろ。いやいや、でも受け身は取れるよ。受け身は取れますよ。左投げられた時にちょっとびっくりしたなっていう。ああ、うん、それファーストコンタクトのあんまり答えになってないねんけど。いや初めてやっぱそういうのなかったから今まで。ああ、だいたい、あ、右、こう投げられるんだろうな、みたいなのあるけど、何やんのみたいな。なるほど。はい。まあ。そういうのはありますね。大丈夫ですよ。私、あれ好きやねん。鈴木すずの。あの、コーナーに外向きに、コーナーちゃ、ロープに外向きに座らせて、はい、何すんねやろ、この子、と思って。走ってきて、なんかスライディング感情とかやんのかなと思ったら、はい、スライディングしたまま、じゃあまあスコーン投げんやんな。そのまま下に降りるんですよ、ね。そう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 。あれかっこええわ。あんな思いつかんかったわ。すごいなと思って。あれはすごいよね。すごいなと思いました。あの子すごいね、うん。なんかじゃあ、派手な技あるかって言ったら、それぐらいやのよ。あとジャーマンぐらいやの。フィニッシュジャーマンやねんけど、多分、あ、どうしよう、奥の手とか考えてたやつ。やばい。まあ言わないでしょうね。言わんやろね。うん、そう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 、あの野崎も結構引き出しを小出しに開けとったんやん、ずっと決勝リーグで、おもろっと思って、まあ、これはちょっと楽しみですね。面白そうですね。これはあの楽しみですよね、本当にね。あの今日あの付帯設備のサイドラインさんから電話来て、はいはい、ガミさん今回なんか変わったことやるって言うから、入場ゲート借りたんで電気つけてっつって頼むで、安してやって言って、でなんかいろいろあるやん、照明の料金とかあるやん、はいはい、で何がいいですかねっつったら、いや俺らはこういうことやってこういうことやってとかって言うから、じゃあ南平さんのセンスに任せるわって言って、じゃああれあれあれね、あのシュープロの表紙になりそうなやつねっつって、そうそうそう、そういう感じの照明にしてちょうだいっつって言ってテーマはシュープロの表紙です。乗せてくれるかな、乗せてくれる。いやー、 G1 が始まるのよ、16から G1 が始まるんですよ。だからね、あ、もう一緒早かったらな、うん、はい、まあそんな感じです。でもなんか野崎には1回ぐらいシュープカンプロレスの表紙は味わってほしいですね、うん、ね、一生懸命、この選手もあのあれ、シュープロとプロスツデイと、あとマルスポさんの、うん、取材行った時にインタビューした時にあのしきりに女子プロ大賞っていうもうキーワード出しかけました。今年は行ってほしいですね、いろいろと。です、ね、はい、です、はい、じゃあ全体像をお願いします。ドン、はい、はい、これはあの出る人だけの、私がちょっと、はい、大川さんはあの間もなく復帰っていう、そう、一応乗せとかんと。ありがとうございます。あんたでも出場選手で一応でかいからねなんか知らんけど、ありがとうございます。一応でかいんでね、はい、こんな感じのラインナップになっておりますので、はい、チケットの方はまだまだたくさん、まだ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 、はい、今日でもチケットピアのサイト覗いたら、チケットピアかな、ローソンか、チケットピアか、RSB 席5500円の席が売り切れてたので、はい、はい、あ、でもありますよ、こっちの手元にはあるのでね、はい、お願いします。お、ツイッターにコメント届きました、はい、お、読み上げましょう。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ビータスキョウさんからありがとうございます、ありがとうございます。以前ヤンキー二丁拳銃がタッグチャンプの頃、ガミさんはウェーブは女子プロレスと歌ったことはない、
男女関係ないと解説で語っておられましたが、それは今も変わってないですか？でしたら一部ファンに熱烈な支持がある大岡さん対男盛り選手の対戦をぜひウェブで見てみたいです。結構です。 NG です。嫌です。もう私何回対戦したか、 2,3 回当たって、結構当たってるよね、はい、しかもランマルフェスタ当たってるよね、はい、結構こうバーミヤンスタンプ受けてるよね、はい、です。なんかランマルさんの YouTube がなんかに上がっててめちゃくちゃ再生回数が高いらしいです。高いの、はい、うんうんうん、もう勘弁してください。なるほどなるほど、はい、あのこれねちょっとねベーダスキョウさんね、これね補足しとくとね、はい、ヤンキー二丁拳銃がチャンプの頃は私が社長をやってたんです、はい、で2019年の4月からは大岡さん対戦だったんです、はい、でそっからはもう女子しかあの上がってないもん ね、 そうですね、男子上がってないよね、上げてないってか男子とミックスはやってないですね。ミックスやってないっけ。やってないです。あ、やってるよ。誰です。キクちゃんとか上がってるやん。あ、キクちゃんとクイさん上がってるやん。やってました、やってました。うん、まあでも あの枠やもんね、はい、だからあのちょっとだけ変わりましたね。一応私の中ではプロレスリングウェーブっていう名前なんで、女子プロレスウェーブではないので、女子プロレスとは歌ってなかったんですけど、今はちょっと女子プロ寄りですかね。そうですね、はい、あのね一個ねなんか私がちょっとんって思うのは、はい、あのベテランになってくると、はい、なればなるほど、あとベルトを巻けば巻くほど、はい、いやもう女子の中で相手いないんですよねっていうバカ野郎が出てくるんですよ。私はそいつをバカ野郎と思ってます。で、はって言って、で、いやちょっと男子試合したですねとか言うから、あそうって言って男子と試合させたのが二丁拳銃です。そしたらあっさりベルト取られてました。はいはい。まあ別に私はそういう概念がなかったんですけど、うん、まあ大岡さんが今社長なんでそういうね、ちょっとやっぱり女子は女子なんでしょ。まあ女子は女子ですね。だってやっぱり力では男の人には勝てないですか、うん、私もなんかミックスドってあんまり自分が辞めてから見るのがちょっと嫌になった、うん、あのうちの選手をなんで男の人に触られやなあかんねんみたいな、うん、なんかきっとお父さんってこんな気持ちあるやろな、なんかなきっとな、そんな気がします。はい、次いきます。まずベーダスキョウさんです。先日サイバーファイトでは山下美夢有選手が印象に残り、他団体の選手も進めてた他団体の参戦も進めてましたね。ファン視線で見ても山下選手は年とか向けたらお化けすると思っているので、ぜひウェーブに上げて顔をバリバリ剥いでほしいです。高田社長はうちは鎖国と言ったことは一度もないと断言していますし、断言しているんですけど鎖国なんですよ。これでないんですよね。いやいや鎖国なんですよ、うん、っていうかこの間高田さんどころか高木三四郎さんがここ出て、いや東京都市は鎖国ですからねって言ってたもんあの人本人が。はい、またベーダスケオさん、先日の鳥小屋ズーリのプロミネンスの番組で宮崎さんのコスチュームは岩本選手の愛犬のお気に入りのお布団になっているそうですよ。ワンちゃん勝手に手放してくれるかな。どうですかね。知らんけど。どうですかね。知らんけど、どうですかね。ワンちゃん。ちょっと見てみようか。何を見るんですか。なんか来てないかな。宮崎さんのコスチューム帰ってくるのかな。野崎が投げっぱつけてるからなんかなと思ったら、休憩終わり。明日は家に帰るの遅いし、土曜日は早いから今から試合の準備、編み込みする。 X ってこの間の3連戦でボロボロになったので、カットから洗面台毛だらけになるよう頑張れ私。みんな現在放送中のラジオを今すぐ見て。おレジーナ偉いな、宣伝してくれとるよ、うん、はい、この子ら休憩ってあれやろ、ほんまに体休めるだけやろ私の休憩昼寝やもん今日いや今日あかん、疲れたわ、頭使うことしたら疲れてまうわやっぱり。そうですね、うん、今日ずっとパソコンやったから、うん、はい、そんな感じです。終わっちゃったじゃないですか。10分もあるよ。あと10分もあります、ね、どうしよう。今週末後楽園ホール大会です。あ、そう、後楽園ホール大会なんですよ、はい、知ってるよみんな、はい、もう今必死なんですよ。あんで
結構カウントダウンのバナーまで作って、はい、まだ出さないでください、まだ出さないでください、作ってあれ買って、あんたちゃんと一個ずつ作ったよ。ありがとうございます。私のやつだけ誰ももらってなくてね。あ、そうやの。そうですよ、あんただけ。私のだけ。そうですよ。あ、ごめん、もう5日でしたよ、みんなで渡した時にやろ。そうですよ、せやから渡さんかってんや、うん、せやそうで、なんか面白い写真にしようと思って、最初は岡野から作ったから、と思って、なんかおもろないなと思って、で宮崎、次誰、琥珀はなんかパンチ、だいたい今使ってる写真がパンチやから、また調子乗ってあの短い足で蹴ってる写真にしようと思って蹴りして、宮崎なんやろうと思ったら、新しい洗剤ってブリシスのやつばっかりやのね。そうですね、なんかブリシスの踊ってるところをちゃんとこれで3分割して3段階でやったんですよ。めんどくさいねんで、うん、あのね、白いコスチュームやめてほしい、みんな。白が入ってるとね、抜けないんですよ。 あんたのなんか私筆で書き出してるからね、削ってるところ。ありがとうございます。てか、なんでヒロトさんのあんな、ヒロトやし、なんかおもろいのないかなって。スタジオ撮ってるやつ。うん、撮ってた。へえ。なんかね、あの、なんかこんなんなってた。飛んでるやつ。飛んでた。いや、これめっちゃおもろいと思ってそんなん撮ってたんだ。うん、撮ってた。野崎何やったっけ。野崎忘れたの。何やったっけ。あ、野崎もなんか、ああなる、あ、これはあんまり見たことないなっていう写真は出した。ポートレート使われてるかもしれないけど、うん、ね、はい、そんな感じです、はい、カウントダウンもお楽しみにしててください、はい、で、もう言うことないよ。後楽園ですよ。1列目は売り切れました、はい、で、あとはいっぱい残ってます、はいはい、もうほんまにこう、なんかもう見たことないし、見に来てほしい本当に。今回はキャッチ・ザ・ウェーブの決勝なんですけど、うん、決勝の他にちゃんとあれなんで、表彰式も全部あるんですよ。そうですね、はい。で、表彰式もあって、それも敢闘賞、技能賞、主勲賞、ベストバート賞とかいっぱいあるんで、はい、それもちょっとお楽しみにしておいていただければと思います。キャッチ・ザ・ウェーブの試合を全部見てるのって私と、小川原さんだけ。小川原さん、そうですね、そう、小川原さん全部ついてきてくれたから、私と小川原さんだけ。私は途中からなので。あとトミーさんも見てないもんね、今年は。そうですね、1回抜けたもんね、うん、そうなんですよ、小川原さんと私だけなんです。でも小川原さんに聞いても多分いい答えは書いておく人もいないので、まあ、小川原さん見てるって言ってもファインダー越しで見てるから。ファインダー越しで見てるからね、うん、ちゃんとは見てないので。神さんだけですね。私だけやね。あんたが怪我した時も、あんたのこと、小部屋に運んで、ちょっと見てくるわって言って、見て、ね、どうって言って、ちょっとまた見てくるわって。大変でした。大変でした。はい。怪我もう病院行かんでええの。いや、行ってますよ。来週もですよ。ああ、そうやの。多分来週の診察で、普通の人になってよねって言われました。あれ、浜ちゃんは？え、普通ラジオには浜ちゃん連れてくるやん。いやいやいや、私今日リハビリ帰りなんで。ああ、はい、そうなんや。みっちりやってもらいました。何ポットに水道水かなんか。水道水じゃないです、お茶です。お茶入れてます。お、茨城のロックンローラー来たよ、はい、これ質問、これ誰ですか。石ちゃん、おお茨城のロックノーラーさん、はい、キャッチの打ち上げは17日の何時頃から始めますか。おもろいね、さすがあんた。16時からです。4時からチャンスです。はい、チャンス開けます。もう稼がしてください、こんな時ぐらいは、はい、でもなんかみんな結構プロミネンス行く人多いのね。そうですね、この後。そうですね、うん、なので、まあ琥珀と宮崎はなんかセコンドに行くって言ってたので、はい、多分私は行きます。だから、あ、はい、私さすがに20人30人はさばけないんで、もうできれば車を置いたら来てくださいね。さい本当に、いや無理よ、この間の13人もいっぱいいっぱいと思うし、はい、って感じですかね。はい、はい、です。そんな感じですか。それで終わりですか。終わりです。あ、そうなんですね。
こっちこの上とかは近かったんですか。見てみあんた、17日の大会後にチャンスを開けますかばっかりやでこの人あんた。見てみ。はいはい、開けます、開けます、開けますよ。そうですね、開けますね。しかも茨城のロックンローラーさん、これあれでしょ、 DM で送ってきてますねこの人。ああ、受ける受ける。はい、ラスト5分となりました。はい、5分か。はい、先週ね私一人やったんですよ。はい、あの番組史上を初めてなぐらいテンションの低い回でした、はい、なんでですか。なんかテンションが上がらなかった。今日もそんな上がってないですよ、寝てもだからね、うん、上がってない。雨降ってた。いや小雨みたいな霧雨、やろ、傘ささん時でもてな霧雨でした。そうなんですね、うん、はい。いやまた5分ありますよ、うん、何喋る。後楽園だ、もう喋ったやん。後楽園、後楽園ですよ。最後後楽園の次のこと喋ろうよ。何ですか次。後楽園の次は8月は15周年なんですけれども、13、15、14とあります、はい、13、14と後楽、後楽じゃない新宿フェイスで大会がありますが、あ、出たおこれやろ。これこんな写真撮ったかなってぐらいの写真撮ったのよ、うん、あの女で、すごいね、44歳、はい、双子の母、はい、はっちゃけてますよ。はっちゃけてますね、はい、今日もあの今日は、ね、今 DDT さんで試合やられてて、ね、はい、さっきちょっとだけ映像の、はい、うん、あって、見た、見ました。何やってんのお母さんと。さすがに子供は行ってないと思うんだよな今日は。どうですかね、はい、チケットは買って持って行ってくれてると思います。はい、何の話だったっけ。何の話だったっけ。忘れました。忘れた。何の話だったっけ。先週あと違います、15周年。あ、そう、15周年大事な話しとったかな。8月の13、14が15周年で5大会あります。はいはい、5大会あるんで、はい、ほんまにあのこの時間いけると思ったところピュッて来てください、はい、13日が14時からと18時から、はい、で、14日が12時からと15時からと18時から、はい、全部の試合に、ウェブの選手が全員出ることはありません、はい、一番最初と一番最後だけは選手が全員出ます。それ以外は、1人3試合って決めてるので、どれか1つの枠に出ます。そんな1日何試合もできません、うん、そうやな、1日3試合やな。やって3試合って言ってもそれ短い試合だったらいいですけど、その15分を3回とかも絶対無理。え、全然できる、絶対無理、全然できた。私2日で5試合やってた。それは若い時の話ですよね。30歳超えてた。でも若いですよね。40前ですよね、うん、もう、うちの選手40超えてますから、みんな。じゃあ野崎はいけるよ、はい、野崎はいける。琥珀もいけるよ。でだってでも同じ場所やろ今回。私全部移動してんで。移動したあんたは1個マスクマンかなんかやってんや。そしたら途中でガラガラが蓋開いてもうて壊れて、そしたらマスクペロペロペロって出ててこれ有楽町駅で「ああカンカンカン」って言ってこうやってガラガラをこうやって持って入りました。いい思い出です。はい、15周年があるんですけど、その前に8月1日にも、新宿フェイス大会があります、はい、うちらはどれだけ新宿フェイスに貢献してるのやろうか。本当に今最近はねフェイスの方がやっぱお客さんが来やすいっていうのがあって、うん、アクセスがいいから ね、やっぱ新木場もういい箱なんですけど、ね、やっぱり新木場ってちょっと遠いな、遠いって思われがちガチで、そんなに遠くないんですけどね、うん、まあ、新宿の方がアクセスも良くて、みんなも事務所からも近いし、はい、チャンスも近いしということで、で今のその15周年の隙間の時間を、はい、チャンスを開けませんかっていう話をしてて、じゃあちょっと私頑張ろうはいと思ってます。さああと1分となりました、はい、大岡さんは、日曜日は復帰はしませんけども、はい、行きますよね。いや行きます。スーツよね。そうですね、はい、表彰式私でしょ。じゃあ私何のためにスーツ着るんですか。え、知らんけどだってじゃあ例にあったスーツ着なさいよはい、認定書。ああ、そうですね、うん、で認定書係やんない私表彰状係やるから
波女に表彰状係、あんた認定証係、数字そうしよう、はい、スーツで、はい、以上です以上です、はい、7月17日、日曜日11時半から後楽園ホール、こちらで皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひ、見に来てください。チケットはまだ事務所にいっぱいあります、はい、連絡をください、お願いします。あと、この T シャツが残り4枚となりました、ね、はい、こちら残り4枚です。でひょっとして これできた、これできました、私もこれできたやだ、一緒にこれで帰るの、やだ帰んない、うわ嫌です、うわあと4枚です、よろしくお願いします、ガチャガチャも新しくなります、はい、はい、もうね売るもんがそれぐらいしかないんですよ、はい、あとポートレートですかね、はい、以上です。これもうちょっとですね、はい、あ、もうそろそろ終わるよ、はい、はい、では、今週も1時間ありがとうございました。来週は、ゴンパパの乗っ取りの方でになりますので、よろしくお願いします。では皆さんまた再来週、さよなら、さよなら。